はい、ナマステー、えー、アップケセヘー、はい、えっ、ー、とこのビデオは、えー、コースの名前が新しくなりましたチャット GPT を,を通して学ぶ第2外国語のコースの、えー、第3週のための、えー、ビデオになりますね、はいえー、まず先週の、えー、振り返り先週の復習ですが 先週はですね皆さんがその第2言語で達成,して達成したいことそれについてブレインストームをしてもらいましたでその時にチャット GPT に手伝ってもらってもいいですよと私言いましたよね、はい、でその,その例がこういう感じです、えーまあ、もしね私がヒンディー語をマスターしたら、えーまあ、それでねその、えー、と実現したい達成したい夢の例を 20個あ、えー、げてくださいというふうにここに書いてあります、はい、でそうすると、まあ、こんな感じで、えー、チャット GPT がですね確かにあの20個、えー、その例をあげてくれています、はいえー、中にはボディウッドコネクションみたいなとても面白いのもありますね、はいえーでまあ、この中でもだけど、まあ、ちょっと私がね、えー、実際興味を持ちそうなのがこの13番ですね、はい、ソーシャルメディアインフルエンサーというものです はいであのまあ、私も今、日本語ではその、えー、Twitter とか Facebook で、ね、フォロワーの方、まあ、それなりにいらっしゃいますけどヒンディー語では全然、えー、何もやっていないので、えー、いらっしゃらないわけですね。なので、えーまあ、この辺をやってみるのはいいかもしれないと思いました、えー、だけどこれだけ見てですねじゃあ、私があのどんなヒンディー語を勉強すればいいのかというのはここからでは全く分かりませんね。 でそのために行動中心アプローチではこの一つの夢一つの目的を実現するためにどんな行動が必要なのかその行動リストを作ることになります、はい、でその例もです,、ね、すぐにこれもあのチ,ャ、えー、とチャット GPT をあの自分でブレインストームしてもいいんですけどチャット GPT で、えー、それを作ってもらうこともできます。はい 例えばこんな感じですね、えー、あのねあのまあこのフォローイングドリームスっていうのはさっきの13番ですよねソーシャルメディアインフルエンサーですこの下に書いてあることはさっきの13番と同じことですコピーしてペーストしました、はい、でそのね次の夢を実現するために私はどんな行動をとらなければいけないですかえー、っとですねこの必要な行動を必要な行動の50個の 例をくださいというふうに私がお願いしているわけですね。はい、でそうしてみるとあのこういうふうにですねあの、まあ、これもチャット g p t が挙、えー、げてくれているんですけど、まあ、あの一つ一つの行動を見ると、えー、どんなですねあのヒンディー語を勉強しなければいけないのかというのが分かってきます。まあその前にねまずその、えー、ヒンディー語を使わなくても日本語とか英語で考えれば あのできるようなこともたくさんありますね、えー、そのニッチを選んだりブランドを作ったり、えー、ターゲットオーディエンスを決めたりというのはこれは頭の中で自分で考えればいいので、えー、それほどヒンディー語を使うことはありません、はいえーとまあ、だけどここにね「ランゲージプロフェシェンシー」というのも出てきますし「インゲージコンテンツ」なんていうのも出てきますねこの辺はもうあのヒンディー語が必ず出てくると思います、はいえー、でそれからそうですね まあ、ハッシュタグを決めたりとか、えー、それからコメント、まあ、これなんかもう特に本当にヒンディー語、えー、必要になってきますよね、はい、あのコメントをもらったらそれに対して、えーあのー、回答する回答するっていうかさらに返信するとかあのこ,うこういう行動がああのたくさんあると、えー、どんなあのヒンディー語を私が勉強すればいいのかは分かり,あの分かりやすくなってきますよね。 まあ、例えばこれだけ見てみるとそのまずその、えー、あのフォロワーの人のコメントを理解しなければいけませんし、えー、そのためじゃあ例えばどんなコメントが多いのかとかそういうことも考えますよねでそれに対してどういうふうに返事をするかとか、えー、そういうことも考えますでそうするとどんな言葉どんな文法を勉強すればいいのかということが分かってくるわけですね。はい、で例えばライブストリームにににししてても最初にあのみんなに挨拶して 何かやりたいことをやってで最後にあ「ありがとうございましたまた来週」とかねそういうふうに言ったりするわけですよねまああのこういうふうにですねえあのじゃあどんなヒンディー語を勉強すればえこれがね私の夢が実現できるのかそういうことがあの明らかになるえ明らかにするためにこういうふうにですねえたくさんの行動をえ分けてあの考えていきます。 ここもですねあのさっき50個作ってもらいましたでもしあの、えー、とこれであの足りないと思ったらもちろん自分でもっと増やすこともできますしそれからさっきも言いましたがこれはヒンディー語を使わなくてもできることだというふうに思ったらそれはこの行動リストから削除してもいいと思いますこのあの皆さんが勉強するヒンディー語には関係ないですからねでそういうい行動リストが こういう行動リストが皆さんの勉強するカリキュラムというかコンテンツになるわけですね。例えばみんなの日本語で言えば、第14課に手形が出てきますよね。手くださいとかそういうのが。そういう感じで皆さんが自分で勉強するコースのコンテンツにこういう行動がなっていきます。それがこの行動中心アプローチの考え方ですね。 はい、ええー、と。それではこのビデオはここまでになります。また、あのー、水曜日に皆さんに zoom でお会いしましょう。それでは失礼します。フィルムりんげ。